そして私は急いで奥にいる勇者姫様に会いに行くことにしたのだ。さあ急ごう。さあ着いたぞ。さあここに勇者姫がいると聞いてやってきたが、もう急用で呼ばれたので、どれだけ深刻なことか早く話を聞かなければならない。やあ、あれ、なんかもうラスボス倒したっぽいな。あれ、なんだここめっちゃ平和じゃん。俺いらなくね。いらねえじゃん俺。そっかそっか、じゃあ帰りまーす。なんかもう平和が戻ったみたいなんで帰りたいと思います。帰って、そうだな、最強の魔法使いを目指すためにはやはり、そうだな、何も思いつかないな。とりあえずそうだな、どこに行こうか。ここはドアチャッカタイプのガタラでも行くか。最高じゃないか。酒場の掲示板でも覗いてみるか。酒場に掲示板ってあったっけ。まあいいや、きっとどこかに掲示板があるはずだ。そこで情報を仕入れようじゃないか。あったぜ。ふんふん、ほう、どうやら修行するためにはやっぱりいろんなプレイヤーと戦ってみなければならないようだな。うん、なるほどなるほど。やっぱり手っ取り早く強くなるためにはやはり道場に行くべきか。よーし、それなら私も道場に行くことにしよう。さあ道場に行くぜ。ウェーイ、行くぜ、ウェーイ、行きまーす。ほい、はい、到着ということでやってきた道場だ。なんと、とても小さな道場なんだ。まあいい、ここにはきっとね、強いプレイヤーが集っているはずだ。ここで、俺はトップを目指し、最強になることが目標だ。早速入ってみようではないか。パーン！チャンネル登録よろしく。たくさんのコメント待ってます。前回の動画も見ていってね。 Twitter もよろしく。また次回の動画でお会いしましょう。